最新の Azure 更新情報をお届けします。Azure モニタがプロメテウスコミュニティの推奨アラートを導入し、パブリックプレビューが始まりました。これにより、Azure ポータル内でわずかなクリックでプロメテウスの推奨アラートを簡単に有効にすることができます。これらのアラートは、クラスター、ノード、およびポットレベルでのアラートをカバーしており、以前はテンプレートをダウンロードしてコマンドラインインターフェース CLI を介して展開する必要がありました。これらのアラートは、クラスター上で Azure モニタマネージドサービス for プロメテウスが有効にされている必要があり、コンテーナインサイツ推奨アラート、カスタムメトリックス、プレビューの代替オファリングです。推奨アラートを有効にすることで、お客様は以下の利点を得ることができます。まず、クラスター内の潜在的な重大な問題に迅速に通知されるため、重要なシグナルをモニタリングすることができます。また、トライアージとトラブルシューティングプロセスがスムーズになり、問題の特定と解決にかかる時間と労力を削減することができます。さらに、クラスターが効率的かつ信頼性の高い状態で稼働し、ダウンタイムやパフォーマンスの問題が最小限に抑えられるようになります。今回は以上です。チャンネル登録してくださいね。